はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の二次曲線と離心率についてお送りします。で、見て分かるようにね、問題1問だ、のみですので、1回ここで動画止めていただいて、この問題チャレンジしてみてください。で、ちょっとね、確認してもらって厳しいと思う方は、今からね、ポイントを入れつつちょっと説明やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、この問題やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。もうちょっと喉がおかしいね。よし、じゃあ行きましょう。詰まってしまった。でですね、この問題どういうんかっていうと、まあ、最終的には軌跡を求めたいんですよ、 P のね。で、点 F10 っていう1個の点と直線からの距離が1対2であるような、その P の軌跡を求めます。で、どういう状態かっていうと、ちょっとざっくり書いていくと、まあ、軸ありますよね。で、10と X イコール4なんで、まあ、この辺に10、ちょっと F です。ごめん、ね、F だね。では、2、3、4だから、まあ、これ X イコール、まあ、4だと思ってください。で、まあ、場所はわからないんですけど、例えば、じゃあこの辺に、いけるかな。P を持ってくるとですね、点とその P までの距離、ここです。こいつとその P と直線までの距離。で、直線までの距離は垂線引く必要があるので、距離だとね。こうやってね。これが1対2になってますよっていう。まあ、そういう軌跡を求めなさいっていう話。いいかな。で、最終的にちょっとここでね、ポイントをがっつり書くつもりではいるんですが、まず解いていきましょう。で、まあ、求めたい P が主役なので、そいつを、まあ、XY とかって置いていきますか。まず P を、XY と置きます。じゃあ PF から行きましょう。で、P が今 XY って置きました。で、F は、喉がね、10って分かってるので、これ2点間の距離で PF は求めることができます。で、後々2乗で使うことになるので、まあ、PF の2乗で行っちゃいましょう。2点間の距離ね。2点間の距離はそれぞれの X 座標、Y 座標を引いて2乗です。だから、まあ、どっち、こっちが引くか。X から1を引いて、これの2乗、プラス Y から0引いて、Y の2乗。本当はここの2乗を取ってルートをつけるんですけど、今2乗残してあるので、ルートなしでこのままにしておきます。これまあ2点間の距離やっただけですね。で、もう1個、P から直線までの距離をやりたいんですけど、文字を使って置かなきゃいけないので、じゃあ、P、から x イコール4に、下ろした垂線、まあ、今書いたやつですね。垂線をじゃあ PH とするとします。つまりここ今 H でしましたよっていう、こういう感じね。で、これはですね、まあ、見て図でわかるように、真横の線なんですよ。垂線だからね。まあ、こっちがまっすぐ縦になってるから、垂線になってると。で、この P から H までの距離っていうのは、基本的に真横の線っていうのは、右側の X 座標から左側の X 座標を引きます。だから、右側の X 座標は4ですよね、ここ。X 座標ね。で、ここの X 座標は X なんですよ。だから、普通図だけで考えると 4-X になるんですけど、これ、X が4の左側にあるっていう確証がないので、必ずこの2点間の距離じゃねえや。この距離をやるときは、絶対値つけてください。どっちがプラスと大きいかわからないからね。つまり PH は、絶対値 X-4 とこうなります。で、今、ここが1対2なんですよね。で、何が1対2かっていうと、PF、対 PH が1対2になってます。ってことは、中中外外かければ PH イコール 2PF になります。で、ここにも絶対値があるし、ここにも2乗残してあるので、ここ1対PH 対 PH イコール 2PF をそれぞれ2乗して、 PH の2乗イコール 4PF の2乗とします。これやって、2乗しただけで、両辺をね。で、代入する。で、PH2 乗。で、絶対値の2乗っていうのは、カッコの2乗にすることができるので、まあ、絶対値がなくなるんだよね、こうすれば。で、PF の2乗はここにあるから、
こいつを展開して4をかけます。だからまあ普通に書くんだったらこいつに4かけるし、後ろの y2 乗にも4かけましょうっていう、こんな感じで、こいつを解く。あとはね、展開して、展開も一回展開しようかな。暗算でやると最近やらかすからね、俺がね。 8x プラス16イコール、4x2 乗マイナス 8x プラス1だからプラス4プラス 4y2 乗と。で、これ 8x が消えますね。で、全部右辺に持っていくと、これ下入ってる、大丈夫ね。3x2 乗の、プラス 4y2 乗。で、ちょっと、今 x2 乗こっち持ってきて 3x2 乗。これ消えるからいい。で、4をこっちに持ってきて、イコール12ってこうします。これね。で、シュルッとね。これ両辺12で割ってください。で、そうすると、12で割ると、4分の x2 乗プラス3分の y2 乗イコール1となって、よく見てきた楕円の形ですよね。で、これは答えなんです、奇跡。で、まあ奇跡を求めろって言ってるから、ちゃんとこの前にこれが楕円ってことを書く必要があるから、答えは楕円のこれでしたよっていう感じで終了になります。だからやり方としては、まあ置きますよね、 P 置いて、で2点間の距離と、まあ図から判断して、その左とか直線までの距離をそれぞれ置いて、比を解いて代入してまとめるみたいな、そんな流れで解いてください。で、今回はですね、問題演習のみにしてあるんですが、最後にちょっとポイントを簡単に書かせてください。まず離心率って何ぞやっていう話なんですけど、今やったようにね、点からの距離とある直線までの距離の比が一定になってるとき。で、こういうときに、今 PF と PH 両方使ったんで、ちょっと書きますね。今のこの図でいくとこの PH 分の PF。直線までの距離分の2点間の距離っていうところですね。これが E って表されます。E。で、こいつが離心率なんです。E。で、こっからですね、あることが判断できまして、この E がね、例えば、0から1になってるとき、例えば2分の1とか3分の2とかね、1を超えないとき、もちろん負はダメですけど、このとき、必ずその奇跡は楕円になります。楕円になる。で、E がぴったり1になるときに、その奇跡は放物線になりますよって。で、E が1を超えるとき、これ双曲線になります。これね、ぜひ覚えておいてください。だから、今回ね、やったときに、今、こっち、1対2ってやったとき、1がさ、2点間の距離、つまり PF ですよね。で、2が、直線までの距離だから PH になるんですよ。つまり1対2なんで、今回、E が2分の1なんですよね。で、E が2分の1ってことは0から1の間。だから絶対奇跡は楕円になるんです、今回。まあ、なってますけど、結局は。っていうこともわかります。いいかな。これが離心率。まあ、ざっくり言うとね。だからもし今回の問題で、ここが2対1だったら、逆にね。そうすると、E の値も1分の2なんで2になりますよね。そうすると、1を超えてるので、これ解いていくと必ず双曲線になります、最後。っていうことがわかります。いいかな。まあ、これもね、ぜひ。よいしょ、覚えておいてください。では今回は高校数学数3の二次曲線と離心率についてお送りしました。今回も最後までね、ご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回からあれですね、媒介変数表示のやつをね、やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。